荒屋敷。舞い散る花びらに血文字で書いた自制の句を残し、皿掃除の下で釈迦は消滅した。それを見届けた佐賀たちが処女宮に戻ると、そこには駆けつけたムー、シリュウ、そしてアイオリアの姿があった。釈迦の死を悟ったアイオリアはまさに怒れる獅子と化していた。眠れる獅子が怒りに目覚めたか。アイオリア、彼らが釈迦の天部降臨にかけられて、もはや廃人も同然。そんな者たちをあえて撃たなくてもよいのではないか。釈迦がなぜ死んだのか、そこにはもっと深い意味が隠されているような気がするのだ。ムーよ、思慮深いことは結構だ。しかし目の前で同胞が殺されているのを見て何の行動も起こせない奴はもはや男として認めん。さあ上がってこい。今度はこのアイオリアが相手だ。ハーデスの倉庫に成り下がったか。よみがえりし我がエクスカリバー、受けてみよ。ファイト。お前たちの息の根を止めるまでだ。やるしかないな。俺が相手になろう。シャガの敵、俺の絵舞い戻す。シャガに詫びよ。まさに怒れる獅子といったところ。しかし俺には効かんぞ。このままでは終わるわけにはゆかぬ。我が聖剣の前に注意。獅子の方法をこの身に刻め。さすがアイオリア、恐るべきパワーだ。お前の力はこんなもの。それは地球にはもはや戦う気も失せたのか。これで終わるわけにはゆかぬ。さほども期間は削ったりば。俺には効かんぞ。浮かせたのはお前だ。助けよ、獅子の牙を。ライトニングボルト。これが貴様の限界。今こそレオの力を見せてやる。言うことは何もない。ファイト。次はこのカミユが相手だ。誰が相手であろうと同じこと。ホームに去るのみだ。三人がかりで命を奪うとか。何にも起きんやつが生まれる。今はアテナの元へ突き進むのみ。お前たちも、もはやゴールドセイントではない。ハーデスの倉庫になりすぎた逆賊どもに。今お前に語れることは何もない。覚悟しろ、カミュー。フリージングコース二度目の死に場所だ。アイオリア、まだまだお前に撃たれるわけにはいかぬのだ。ハイトニックボルト。これは前に進まねばならぬ。これ誰が相手だろう。死に損ないのか。俺も一緒に改める。しとけハイオリア。いいな、あの世で釈迦に詫びよ。アイオリアよ、我々に残された時間はあと4時間余り。それまでにたとえ這ってでもアテナのもとへ行かねばならない。それを阻む者はたとえ誰であろうと釈迦のように殺して通るまで。面白い。ならばこちらも言おう。もはやお前たちはここから一歩も進むことはできぬ。落ちるところまで落ちたか。邪魔をする者はどんな手段をもってしても釈迦のように殺す。ファイト。終わりだ。見ろ、ここに天下付きを出てきたのか。釈迦が死んだというのに黙って見ていられるか。ダダ
見ろ、私もできることなら釈迦の仇を討たせてやりたい。なんだと。だがまだここでお前にやられるわけにはいかんのだ。これが悪に染まった者の末路だ。言ったはずだ。我らに残された時間はあと4時間余りしかない。邪魔する者はどんな手段をもってしても釈迦のように殺して通るとな。三位一体のあの構えは一度犯した禁断の技、今さら何のためらいも持たん。お前たちも全員釈迦と同じように消し去ってくれよ。サガよ、何か忘れてないか。こちらにもゴールドセイントが3人いるのだぞ。あれはアテナエクスクラメーション。バカだ。そう、バカなこと。これビッグバンにも匹敵するアテナエクスクラメーションがぶつかり合い、サンクチュアリ全体が消滅してしまうことだ。サガ、そんな愚かな技の掛け合いをあえて選ぶか。望むところよ。サンクチュアリ全体が消滅するならアテナの首を取る手間が省けるというもの。愚かな、もはや問答無用。アテナエクスクラメーション、アテナエクスクラメーション。ご覚悟か。こちらも落ち始めたぞ。よせ、シリュー。この均衡が崩れた後の衝撃にゴールドクロスのないお前は耐えられない。そんなことで逃げるなら初めからここへは来ない。それでもアテナのセイント、死はもとより覚悟の上。行くぞ、最大の王王山昇竜派。サラの花びらに血文字が。これは釈迦が私に託した句。荒屋敷釈迦、やっと分かりました。あなたの死の意味が。そして今こそ私の覚悟も決まりました。2つのアテナエクスクラメーションの激突により処女宮での戦いは終わりを告げた。もはや戦う力を失ったサガたちだったが、アテナはゴールドセイントたちに彼らの命を奪うことを禁じ、自分のいるアテナ神殿まで連れてくるよう命じる。そして彼らの前でかつてサガが赤子のアテナの命を狙った黄金の短剣で自らの喉を突き死を選ぶのだった。一方ムーのスターライトエクスティンクションにより12級から遠方へ飛ばされたセイヤだったが、ただならぬ気配を感じ12級へ舞い戻った。アテナエクスクラメーションの余波で気絶していたシリュー、駆けつけたヒョウがシュンと合流してアテナ神殿へと向かう。そこで見たものは、全てが終わった後アテナの血に濡れた短剣だけだった。俺たちは一体何なのだ。アテナを守るセイントでありながら沙織さんが死ぬまで何一つできなかった。俺たちは無力だった。名ばかりのセイントだ。何を泣き言を言っている。その声はシオン。何、こいつが
全教皇でありながらハーデス軍に寝返ったという男か。アテナは死んだ。だが本当の戦いはこれから始まろうとしているのだぞ。何をわけのわからないことを言ってるんだ、アテナの仇クラメ！コスモが燃えている限り俺は命を懸けて戦う。その程度で私に勝つつもりか。はいと。お前のような奴は絶対に許さない。俺好き。どうぞ。消えろ。まだまだ。ワケラの仇だ。シオン、お前を倒す。ドリアンを。この後に及んでの泣き言とは、何のアテナのセイントも地に落ちた。お前極限まで叫ばれ。苦しみ、悲しみはこの程度か。なんと小さいことよ。まだまだ。なんだと。裏切り者にこんなことを言われる節制はない。アテナを誇る。まだまだ。アテナを返せ。いるがいい。少しは受けてやろうとは思う。何の。そろそろいいだろう。かつてはゴールドセイントの頂点に立った。この私の力を見せてやろう。よく聞け、お前たち。これからアテナと釈迦の死の意味を、すべてのことを教えてやる。そして、教皇としてお前たちに命ずる。直ちにハーデス城へ乗り込んで、ハーデスを倒せ。何？ハーデスを倒せだと？シオン、あなたは敵か味方かどっちなんだ？たとえ死しても、アテナのセイント、ハーデスなどに寝返る者が一人でもいると思うのか。ではなぜ今まで執拗にアテナの命を狙いに来たのだ。全てはこのためだ。アテナの血を受けたアテナ心臓が冥道とともに輝きを放っている。これは一体。アテナの巨大な心臓が消えた。消えたのではない。よく見ろ足元。あの巨大な像がこんなに小さく。それこそが大いなるアテナのクロスなのだ。お前たちのクロスが蘇る時には、人間の血液を必要とするように、アテナのクロスもまたアテナ自身の血を必要とする。しかしそのことを知るのはこのシオンただ一人。ハーデスを相手に戦うには、何としてもアテナにもクロスをまとってもらわねばならん。そんな折、ハーデス側の方から私たちに誘いがあったのだ。もしアテナの首を取ってくれば、死の世界から解き放ち、永遠の命を与えるとな。私たちはそれに乗ったふりをして、この十二宮に乗り込んできたのだ。アテナにアテナのクロスのことを伝えるために。教えてくれシオン。俺たちは何をすればいいんだ。言ったはずだぞ。本当の戦いはこれから始まるのだと。アテナも釈迦も戦いを放棄したわけではないのだ。何？死んだアテナや釈迦が？それは一体どういうことなんだ。それは、
ハーデス側がくれた束の間の命、どうやらそろそろ終わりのようだ。シオン！だが、その前に、お前たちに与えるものがある。お前たちもアテナの血によってよみがえるのだ、ブロンズよ！これは…そうだ。アテナの血によってよみがえった。それこそまさしく、最強最後のクロス。私に構うな。お前たちはすぐにハーデス城へ向かうのだ。そして、アテナに、このアテナのクロスを必ず届けるのだぞ。わかった。必ず。頼むぞ、若きアテナのセイントよ。シオン。どうこう。できればお前とは今しばらく語り合いたかった。何？すぐまた会える。そうだな。243年も待ったのだ。今しばらく待ったとしても苦にはなるまい。また会う時まで、さらば友よ。